ですか。それはおいくつですか。今年で40代です。若いですね。見えない、見えない40。そうよく言われるんですけどね。本当にね、僕はさって38です。あら、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ご機嫌いかがでしょうか、八幡淳です。ロッカールームの隅から、この番組はファイターズのあれこれをゲストをお迎えしつつ、まあ、隅をつつくかのように、ほぼたまに毎週じゃない時ありますけど、ほぼ毎週更新したい、はい、そんな勢いたっぷりの番組でございます。今日ゲストに来ていただいていますのはこの方です。ファイターズ OB 野球解説の金村悟さんです。よろしくお願いします。初絡みですね。そうですね。あの一応いつもあのスタジアムでは、あ、渋い声聞いてますけど、渋い、ありがとうございます。でね、あの僕金村さんにお会いした時に、はい、前々からお伝えしたかったことがあるんですけど、はい、今日は聞いていただいてもいいですか。え、皆さん、金村さんは、はい、世界一美しい男なんです。え、言われません。美しい男、美しい男、え、言われたことないです。あれ、そうですか。はい、僕ですね、はい、ちょっと一つお願い聞いていただいていいですか。座ったまんまで申し訳ないんですけど、はい、僕ね、あの金村さんの現役の時のピッチングフォームで、はい、一番美しいの、世界一美しいなと思った時がありまして、はい、それがテイクバックの瞬間なんです。後ろ行くと、はい、向こうが、はい、あのバッターだとしたら、はい、はい、ちょっと、ま、真ん中にちょっと座っていただいて、ではこんな自由な感じ、足を上げてで、テイクバックでこう両手を広げる感じをやって、じゃあ言いますよ、さあピッチャーは座ったもんってやりづらいけど、第1球をストップ。美しい、ご覧ください。ちょっと待ってください、はい、もしかしたらベースボールカードとか、ベースボールカードって結構こういう、あ、これすごい感じ、美しい、この翼が広がった感じ。わあ、美しい。ああ、ちょっと僕もあのカード、ベースボールカードとか見た時に、結構投げる瞬間、はい、顔がもう別人のようになってるんですよ。それが嫌で、ちょっと一応こう投げに行ってる瞬間、今の形ですよね、翼の、はい、あそこ使ってくれっていうのをね、あのよくお願いしてました。あ、やっぱりですか。僕嫌いじゃなかったですね、そこは。いや、僕ね、これ世界一美しいと、もう前々から思ってて。いや、嬉しいです、ありがとうございます。いやー、ちょっと今日はテンション高いまま進めていきたいと思いますが、まあテンション高いのはですね、シーズン始まりました。はい。まあ現在までのファイターズ、まあどのようにご覧になってるのかなというところから聞きたいんですが、もう昨日今大阪行ってますよね。はい。僕も今日京セラドームから帰ってきた、帰りたてほやほやの状態です。で、昨日の試合、一昨日の試合見てたんですけども、はい、今、まあ、貯金1という状態ですよね。本当によくやってるなと思って。正直言っていいですか。はい。もうピッチャー、先発ピッチャーがなかなか思うような成績を出せない、うん、で打線も本当に、まあなんとか点数取ってますけど、はい、正直いい状態の打線じゃないんです。はい。ですから例えば満塁の場面で1点しか入らなかったりとか、うん、こう一気にこう相手のピッチャー潰せるっていうところでも、うん、あと1本が出ないっていう状態が続いてる中だったんですね、はい、そこでもうしっかりやはり中継ぎ陣踏ん張って、まあ、勝率5割近辺をキープしましたね、はい、ただです、昨日なんです、はい、昨日これ一つ僕キーになる試合だと思いますけど、満塁、ワンアウト満塁の場面から3本ヒット出たんです、はい、4点取ったんですね。大谷選手、はい、ミランダ選手、大引選手と最後ね、あの大木選手なんかはあのその前の試合で、4打席やられているので、はい、もうこれ絶対打ってるぞという気合のコメントもありましたけど、まあ、西投手が良すぎたんですね、一昨日は、ええ、うん、それでも昨日本当そのつながり、うん、一気にそのビッグイニングっていうのが、はい、僕開幕して初めて見れたんですね、はい、これは一つきっかけになるんじゃないかと、ええええ、であのピッチャー陣も先発が最近長いイニング投げれるようになってきてるんですよ。上沢投手、ね、まあ、吉川投手敗戦しましたけど8回投げてくる。ああ、そうでした、そうでした、はい、浦野投手も長いイニング投げましたね。そうですね。こうなってくるとやはりブルペン陣の負担も減りますし、うんうん、ちょっと解説者っぽい喋りしてます。大丈夫ですか、ね、解説の方は真面目すぎます。いや全然大丈夫です。いや本当にこれからかなと、うん、ですからチーム状態が悪い時にいかに5割近辺で頑張れるかっていうのが一つ重要なシーズンの鍵になるんですよ。
じゃあ今開幕からずっとファイターズ耐えてたんです、5割近辺で。そんなに状態良くない中ですよ。おお、これでまた先発陣が今頑張り出してますから、でこれ打線が繋がり出しましたね。はい、これ一気に大型連勝ありますね。はあ、僕の味方です。いやもうこれはもうすごく希望が持てる。じゃあ大型連勝は、5月に大型連休がありますけど、はい、そこら辺で行っていただくような感じ。まあその前にね、こうパッと行っちゃうんじゃないかな。あらそうですか。僕の味方ですけどね。いやこれはちょっと期待感がどん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 膨らんできましたけど、ただこれもね、なんかずっとその状態が続くわけもないんですよ、でまたこれチーム状態が落ちてきた時に、またそこはもう例えば6連戦あったら、はい、3勝3敗でしのいでいくんですよ。あ、そういう戦い方、そしてまた状態が上がったらちょっと貯金を増やしていくっていうね。なるほど、そういう戦い方が重要なんです。まあ一気にこうね、ドバッと増やしたいところですけども、はい、徐々にっていうのが、はい、今年のなんかちょっとチームになるかなと。そうですね、粘り強い応援が必要になってきますね、はい、で、はい、その中でですね、はい、金村さん目についた選手、どんな選手が。やはり若いローテーションピッチャーですかね。はい、まあ今先ほども言ったんですけど、上沢投手、浦野投手、ルーキー、はい、で、大谷投手と。いや全員若いですね。若いですよ。いやなんかあのシャワー浴びたら全員パチンパチンと、もう弾きまくりですね。すごいこと。私たちはもう吸収しまくり。私たちはそうですね。シューッと、あ、どこ行ったの水みたいな。そう、全部下に流れますけれども、壁のその水しぶきたりがすごいような。もうピチピチですよ。あ、そうですね。そういう若い選手が勢いを今出してくれてますから。具体的にこの選手のこういうところがいいななんていうのはありますか。僕はやっぱり上沢投手の強気でこうバッターの内角を攻めていく姿勢ですね、はあ、あれがやっぱり今のこのプロ野球界、内角にいかに投げれるかな、これ鍵なんですよ、内角に投げれないピッチャー、外でね、こうおとなしくこう出し入れしてるようなピッチャーが今通用しません、あ、そうですか。はい、ちなみに金村さんの現役の時は、はい、まあちょっと上背という面ではすごく上沢投手とね、あの高身長で被るところがあるなと思うんですが、インコース攻めはどうだったんですか。まあまあ言ってましたね。それは言ってましたよ。あの、そういう時って勇気がいると思います。どんな気持ちで。勇気ももちろん必要なんですけど、そこで例えば打ち取る、相手の手法を打ち取る、すごく自信になるわけですよ。そうやって自信の積み重ねでどんどんいけるようになるんですよ。綺麗なテイクバックから放たれるそのインコースのボールで打ち取ると。まあ、ただね、僕、球威がなかったです。ですからね、そんなことない。もうインコース行っても行ってもバッターどんどん踏み込んできますから、もう当たっても痛くないですもん、僕のボールだったら。でも上沢投手のストレートだと痛いから、痛いバッター避けますよ。そしたら逆に彼のね、スライダーだったりフォークボールっていうボールが効いてくるわけですよ。そうですか。素晴らしいピッチャーです。さて、これからのですね、ファイターズ浮上していくためのポイントをですね、ズバリと教えていただきたいんですが。いや本当に今頑張ってきてるのと先発陣に、尽きるかなと。ちょっと特に頑張ってほしいな、この選手ポイントだなというのは。それはエース吉川投手、開幕投手ですよ。はい、ちょっとね、勝つ入れたい。あ、どうぞどうぞ。まあでも前回、まあ5失点でね、ええ、敗戦投手になったんですけど、8回投げたんです、ええ、その時の彼は、その過去の2試合とは違う別人の吉川投手だったんです。どんな感じで別人だなって。開幕2戦目っていうのは、ええ、もうね、表情が戦う人間じゃなかったです。戦う人間じゃ、ええ、どんな。もうだからね、もう自分のフォームと格闘してるような感じに僕はもう映ってたんです。はあ、もう彼はキャンプから一生懸命取り組み、投げ込みをして、うん、もう準備はできてるんですよね、うん、だあとマウンドに行ったらもうフォーム云々じゃなくてバッターに向かっていく姿勢っていうのが必要なんです、ええ、そういうのをやはり野手たちも感じるんですよね。はあ、ええ、で彼は前回の登板ですね、3回のワンアウトを取ったところから別人に変わったんです。僕もそこのスイッチの入り方も分かりましたから。どんな音しました。音じゃないんですね。音じゃない。先頭バッターに三塁線引っ張られたんですよ、それを小山選手がダイビングキャッチしてアウトにしてくれたんですね。はいはい。そっから吉川投手の目が変わったんです。あ、じゃあ俺は今まで何をやってたんだと。こんだけ後ろで先輩たち守ってくれてるじゃないかと。そっからです。バンバンバッターに向かっていく吉川、あの一昨年の吉川投手とかね、感じに変わってくれたんで、僕は結果負けましたけど、次の登板相当期待してます、ね、吉川投手やっぱ本当に気持ち出していかないともうダメですよ。そうですね、本当に。じゃあですね、今日最後に、はい、あの
もう一回だけあのテイクバック見せてもらってあのこれからのファイターズの浮上を願って、はい、あの浮上というとやっぱり翼を広げるというイメージがありますから、いいです、うまいですね、あの金村投手のあの、はい、あの大きな翼を広げるあのテイクバックをやっていただいて、はい、今日はちょっと番組に締めたいなと思います。わかりました、準備しますね、はい、では、さあこの1球で勝利になるか、金村ラスト1球足上がって投げ、美しい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで今日のロッカールームの隅からゲストは野球解説ファイターズ OB の金村悟さんでした。どうもありがとうございました。